手を伸ばしているのはこちらのことですね、中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずというこのニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です。共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬ごろ、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬ごろ、鄭大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について、自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月、仲裁裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。鄭大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうね、これ完全に役だよね、もう暴力だよね。要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく、平気で恫喝、脅し、はいはい、うちやるでとか、はい、平気でそのこと言いますよね、はい、まあ、実際にはね、本当はできないんですけどね、本当はね。ただ、はい、日本はその脅しに弱いんですよ、弱い、ね、本当はできない、本当はね、なかなかね、これ本当はなかなかできないんですよ。本当、子供以下の感想で恐縮なんですけども、はい、王毅っていう外務大臣ですね、王毅っていう人もそうですし、はいはい、カ・シュンエイっていう報道官とか、なんであんなに分かりやすく偉そうなんですか、ね、偉そうですよね、漫画みたいに偉そうですよね。そうそうものすごくこう、上からね。いや、偉そうといえばね、何なんですかね、東シナ海、尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたね。ありましたね。で、それで、あの後ね、あれも海上保安庁が救助して、そうそう、海上保安庁の船が何か助けました。はいはい、この時の中国の言い分。海上保安庁の行為は称賛する、うん、そうそう、称賛するってないねん、どこまで上から目線やねん、うん、ありがとうございましたやろ、うん、普通まず感謝ですよ ね、称賛するってん、うん、作法体制の属国に対する言葉なんで、ね、そうそう、家来にね、およくやった、アホかお前は、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんねんよね、もうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないね、これ、うん、変わらない、そうだからね、うん、そうだから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことに、そのやっぱり外務省なりね、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、うん、初めてさっきのねビジネスも成立するんですよ、はい、国家がね、あまりにもねこう世界っていうものをこう、うん、こう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の前文みたいに見てるでしょ、はい、その見方そのものがね日本の安全を脅かしてると思いますよ、うん、でこれでねちょっとここでね百田さんにね、うん、日本だとさ、この中国ダメ論があるでしょ、バブル崩壊もうずっと前からね、もう10年前から言われてるね、要するに中国ダメ論がずっと10年前からね、今年こそダメ、うん、今年こそダメって言って、うん、もう経済崩壊とか、ね、ノストラダムスみたいなもんで、うん、もう毎年必ず中国ダメ論が出ると、うん、そうですね、ね、はい、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、うん、こう非常に危機的な状態の隣国だって話と、はい、いやいやもう崩壊するんだと、うん、でも私から見ると万一ですよ、うん、中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね、はい、統治能力があるんですよ、でこれねやっぱり生中の話じゃない、うん、あれだけのね、うん、国で一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、うん、ある意味で民族ですよ、で宗教的な統一もないんだから、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、でこれだけの国が逆に万一ですよ、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、逆に日本にとって危険だというのは私の考え。私も一緒、ね、変な話だけど僕はもう若い時はね、早中国共産党潰れたらいいのになと思ったけど、これ、ね、中国共産党潰れてね、ある意味、もう大雑把に言いますよ、あるいは乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、ものすごい恐ろしいリーダー出てきますよ、そうそう、もうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ、うん、もうポピュリズムが最悪の状態で現れて、うんうん、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね、要するにあれだけの国でね求心力をその強権抜きでね、デモクラティックに本当にヒットなんで出てきますよ、そうそう、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと、
潰れるでしょ。だから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよ。そうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども、根本的にはね、中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのが私の基本的な考え。あの下手に民主化されて、本当に、選挙でリーダーが選ばれるようになってきたら、もうこれはねとてつもない化け物みたいな、恐怖の大王が生まれる可能性がある。1999、ロストラダムスの狂言ですね。ただね、まあ、あともうちょっと言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、中国ぐらいね信用の置けないヤクザないね。あの、まあ、どこの国もあのね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国にはヤクザのルールがある。人がね。中国はね、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ。もっと40年前もね。でその時に日本が ODA やるとかね、はいはいはい、なんやかんやでもう援助してきたんですよ。ほらもうその時援助してきたんですよ。ほらその時は中国はね、ありがとうございますだ、ありがとうございますだ、もう本当感謝しますだ、もう本当にもうこの恩は一生忘れませんだってずっとそうなんやって。鄧小平氏はそんな態度ですよね。そうね。そんなずっとそうなんて、ありがとうございます旦那様って言うとって。旦那様は旦那様では。そう。そうか、そういうことでもそれで、お金いっぱい食べて、あ、ただ、急に、おい、これら日本、お前、偉そうにしとるな、これら、ボケ。もういきなりこれや、もう。この態度の変わり方、これね、もう人間じゃないね、こいつら。はい。あのね、まともな、その、マナーとかね、仁義とか、そういうもん持ってないね。そういう国やね、特殊な国やね。これをね、日本人分からなきゃ、本当に。だから鄧小平雇用法ね、主要期で、まあこれ主要期だけはまだ存命中だけれども、あのある意味でね、あのその後江沢民時代になるでしょ。だから経済力もそうなんだけど、完全にいわゆる反日イデオロギー、それからある種のヤクザ国家になったのはそこからだと思いますけどね。やっぱり鄧小平とか雇用法というのはね、ある意味で言うとそのもう少し本来の意味でのこう政治駆け引きをやってたというふうに思いますけどね。なんかこうそうだから代替わりをしちゃった後のね、中国っていうのはもう手がつけられないという感じですね。例えば周恩来とか鄧小平とかどっちだったかね、あの松下幸之助に頼んでね、あのなんとか中国をそのもっと経済的に発展をしてくれ、なんか援助してくれ、どうせほな松下幸之助分かったと、もうほならもうあのうちがもうあの中国に工場建てようってね、もう孫も平気でやってね、そこでもう工場建てたらパナソニックの工場ばあ建ててね、そうやってだからもう本当に日本が松下幸之助がねもうまあはまあ資材を投げ打ったという形でですね、まあそうやって中国の発展のために工場を建てた、ところが、2010年やったから、日本の漁民は中国の漁民捕まえ、選挙で、ね、ぶつかってきた漁船捕まえた時に、もう中国国内で反日暴動が起こりましたよね。でこの時にその松下幸之助を作った工場、中国の民主を燃やしてるんですよ。むちゃくちゃしょるやろ、俺。ね、中国のためにここまでやったのに、その、まあ、なんていうか、シンボリックな工場や。暴動の時ね。それを燃やしてるのや、放火でね。こういう国やね、中国って。徹底的に、ね、愛国無罪ですもんね。ですからね、仮にや、万が一、中国がまた経済がガタガタって貧しくなって、ほなね、まあ、こんなことあったらどうか分かりません。もし仮に万が一そうなった時、絶対中国言います。日本様、助けてください。お願いしますな。お願いします。お願いします。なんで微妙に生まれた東北生まれですね。そこは関西弁にならない。ヤクザの時だけ関西弁になる。そうそう。なんか、よく表してますね、日本語の性格を。だけどさ、あの今だって結局ね、あの必要に応じて水面下ではお願いしますだってやってるわけですよ。表ではこうやってるの。この野郎、日本語の野郎って言ってるけど。韓国なんかも経済で、もう裏に回ったらね、いやいやもううちの国の事情でね、事情であんなね、あの突っ放ねてるけど本当はすいませんっていう話になってるわけでしょ。韓国に関してはあの例の通貨スワップの話が都合が良すぎますよね。そうやね、危なくなったら助けてくれって、また日本助けるからね、これね。その辺がね、どうしてもね、助けるために条件がいるよね。そうですね、はい、見極めていきましょう。ありがとうございます。続いてのではニュースに行きましょう。今ね、はい、ちょっとスタッフが持ってきてくれた、今月号の新庄45、はい、これにねちょっと衝撃的な事件が、ニュースがあるよね。どんなお話でしょうか。
まあ、ジャーナリストの、大高美樹さんが、はい、吉田証言ってありますよね、今日の従軍慰安婦問題の、まあ、もう元を作った吉田証言、吉田誠二っていう男のね、でこの吉田誠二という男の、はい、まあ、吉田証言、これはもう全部大嘘っていうのが証明されてますが、これのですね、はい、ご長男、はい、に、インタビュー成功してるんですよ。吉田誠二よく見つけてきましたな。こう吉田誠二どこで見つけたんですね。どこで見つけたんですよね。ほんで、まあ、ごめんなさい、私もねまだこれ全部読んでないんですけども、はいはい、そうするとですね、まあ、長男が語ってるんですが、まあ親父、まあこれ吉田誠二ですね、はいはい、もう要するに仕事なんか何もしてなかったと、うん、もうずっと貧困やったと、で貧しくて、で、結局その父親の生活は全部子供があったとやってたと、で、なんでじゃああんな嘘をついたんですかと、あの父親はあの、最終島でね、ダクサク国朝鮮人女性を木刀で、ね、脅してトラックに積み込んで何百人も強制的にヤングにした、これ全部大嘘やったんですが、本人も大嘘と認めてます、で、まあ、朝日新聞はですね、これをその32年にわたって、この嘘を訂正しなくて、しかも吉田証言のこの嘘が分かってからもですね、もう10回以上、朝日新聞で、ずっとこれ、吉田証言をずっと言い続けて、これが今世界的に広まってしまって、今国連にもなってるあのクアラスワミ報告もこの吉田証言が元になってるんですね、でこのもう元になってる吉田証言が嘘って分かってるから、クアラスワミ報告なんかも当然撤回してなあかんのに、これ撤回しない、まあとにかく、まあ、全てのこの世界中にある誤解を生んだその吉田将従軍慰安婦のルーツをも、ルーツというかこの大元を作ったのが吉田将軍なんですが、で、この息子が言うてるんですね、父吉田誠二は最終島に一回も行ってないと、どこにあるかも知らなかったと、ですからあの吉田将軍書くときに地図見ながら書いとったって言うんですよね。はい、でなおかつですね、地図見ながら自分がどこで僕と思って襲ったかって書いてた、そう、うん、これで、それしかし息子がそれ証言したわけでしょ、そう、ほんで息子はですね、父親はおそらくあんだけの話を、父親一人で作ったと思えんと言ってるんですよ、でおそらく協力者がいると、ほんで実は父親はこの本にはねそこまで名前さっかり書いてるけど、朝鮮半島の、はい、ある組織からお金を借り取ったんです、これって、吉田誠二が、だからおそらくそいつらの傀儡ですね、それにうまくこんな話を作れ、こんな嘘を言えということで言わされとったと、で後にこの吉田誠二は韓国に行ってもですね、こういう同じ話をしとったけど、この息子から見たらもう哀れでたまらなかったと、なんかに怯えてるようだったって言われてるんですよ、でこの息子はですね、もうとにかく父親がそんなこと言ったんで情けないと、だから自分はもう慰安婦像をクレーン車で撤去したいって言ってるんですね、それはでもすごいよく大高さん見っけてきた、ね、これもう大スクープ、大スクープですね、はい、いや本当にじゃあもう吉田さんの長男を運動の表に立ててクレーン車雇ってね、やりたいね、ほんまに、ね、そのクレーン代は朝日新聞に出してもらいましょう本当ですね、はい、大至急韓国語に翻訳して現地で頒布したい、で最近 ね、この問題ね、結局去年の日韓合意についてもいろいろもちろん議論があって、はい、ね、まあ、振り出しに戻るというかね、やっぱりしてやられた感がありますよね、その根っこでね、最近やっぱり雑誌の月刊花だから、はい、で毎回この、山岡哲秀さんという人が書いてるんだけども、はいはい、やっぱり外務省のね英語を精査していくと、その全くその安倍政権になってからの、その外交を反映してないって言ってね、例えばもう謝罪のオンパレードがそのまま全部英文で残ってるんだよね、だからそこをその一人や二人の例えば杉山外務審議官がちょっと反論しましたとかっていうのだけがこう保守派にとっては、まあ、なんか一歩前進したかなと思うけど、外務省そのものが謝罪体質から全く抜け出てない、だからちょっとこういう問題ももうなんか
外務省単位で何かをね、うん、やっていかないと民間では限界がありますよ。だからクレーン車はもしかすると外務省の予算でやってもらった方がいいかもしれない。本当やな、うん、いやもう外務省のボーナス全部削ってそうクレーン車で回すべきやわ。うん、もうどうなんでしょうね。もしくは外務省以外に専従チーム作るとか、うん、とかしかないんでしょうかね。いやこれ面白いわ。これまずどっかでじっくりやりましょう。これ、はい、すっごく面白いことがね、うん、パラパラと出なきゃけど。ではその、はいね、45の吉田証言の後日談に関するお話はまた改めてお伺いすることができると思います。はいはい。あるんですよ、でこれねやっぱり生中の話じゃない、うん、あれだけのね、うん、国で、うん、一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、うん、ある意味で民族ですよ、うん、で宗教的な統一もないんだから、うん、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、うん、でこれだけの国が逆に万一ですよ、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、うん、逆に日本にとって危険だというのは私の考え。ああ私も一緒、ね、あのね変な話だけど僕はもう若い時はね早中国共産党潰れたらいいのになと思ったけど、うん、これね中国共産党潰れてね、ある意味、まあ、大雑把に言いますよ、あれ乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、ものすごい恐ろしいあのリーダー出てきますよ。そうそう、もうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ、うん、もうあのポピュリズムが最悪の状態で現れて、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね。あの、うん、要するにあれだけの国でね、求心力をその強権抜きでね、デモクラティックに本当にヒトラーで出てきますよ。そうそう、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと潰れるでしょ。だから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよ。そうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども、根本的にはね、中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのは、手を伸ばしているのはこちらのことですね。中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずというこのニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です。共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬ごろ、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬ごろ、鄭大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月、仲裁裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。鄭大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうねこれ完全にヤクザやね、もう暴力だよね。要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく、平気で恫喝、脅し、はいはい、うちやるでとか、平気でそのこと言いますよね、はいはい。まあ、実際にはね本当はできないんですけどね、本当はね。ただ日本はその脅しに、はい、弱いんですよ。本当はできない。本当はね、なかなかね、これ本当はなかなかできないんですよ。あの本当子供以下の感想で恐縮なんですけども、はい、あの王毅っていう外務大臣ですね。王毅っていう人もそうですし、はいはい、あの華春瑩っていう報道官とか、なんであんなに分かりやすく偉そうなんですかね。偉そうですよね。漫画みたいに偉そうですよね。そう。ものすごくこう、上からね。いや、偉そうといえばね。何なんですかね。東シナ海、尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたね。ありましたね。で、それで、あの後ね。あれも海上保安庁が救助して。そうそう。で、海上保安庁の船が何か助けました。この時の中国の言い分。海上保安庁の行為は称賛する。うん、そうそう、称賛するってないねん。どこまで上から目線やねん。ありがとうございましたやろ、普通。まず感謝ですよね。称賛するって。作法体制の属国に対する言葉なんで。そうそう、あの、家来にね、よくやった。アホかわいわ。私の基本的な考え。私も同じ。あの、下手に民主化されて、本当に選挙でリーダーが選ばれるようになってきたら、もうこれはね、とてつもない化け物みたいな、恐怖の大王が生まれる可能性が、1999、まさにロストラダムスの狂言ですね。恐怖の大王、
ただね、まあ、あともうちょっと言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、中国ぐらいね、信用の置けないヤクザないね。あの、まあ、どこの国も、あのね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国。ヤクザにはヤクザでルールがある。人類がね。中国はね、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ。もっと40年前はね。で、その時に日本が ODA やるとかね、なんやかんやでもう援助してきたんですよ。ほら、もうその時援助してきたんですよ。ほら、その時は中国はね、ありがとうございますだ、ありがとうございますだ、もう本当感謝しますだ、もう本当にもう、この恩恵は一生忘れませんだって、ずっとそうなんやって。鄧小平氏はそんな態度だったんですね。そうね。ずっとそうなんて、ありがとう。旦那様という人って旦那様ではそう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 でもそれで、ね、お金いっぱい食べてあったら急においこれら日本お前偉そうにしとるなこれらボケもういきなりこれやもうこの態度の変わり方これねもう人間じゃないねこれじゃあのね、ま、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんのやろねもうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないねこれそうそうだからねそうだから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことにそのやっぱり外務省なりね、うん、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、うん、あの国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、うん、初めてさっきのねビジネスも成立するんですよ、はい、国家がねあのあまりにもねこう世界っていうものをこう、うん、こう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の全文みたいに見てるでしょ、はい、その見方そのものがね日本の安全を脅かしてると思いますよ、うん、でこれでねちょっとここでね百田さんにね、うん、あの日本だとさこの中国ダメ論があるでしょバブル崩壊もうずっと前からねもう10年前から言われてるね要するに中国ダメ論がずっと10年前からね今年こそダメ、うん、今年こそダメって言って、うん、もう経済崩壊とか、ね、ノストラダムスみたいなもんで、うん、もう毎年必ず中国ダメ論が出ると、うん、そうですね、はい、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、うん、あのこう非常に危機的な状態の隣国だって話と、はい、いやいやもう崩壊するんだと、うん、でも私から見ると万一ですよ、うん、あの中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね、はい、統治能力がある、うん、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、うん、でこれだけの国が逆に万一ですよ、はい、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、はい逆に日本にとって危険だというのは私の考え。ああ、私も一緒、ええ。あのね、変な話だけど、僕はもう若い時はね、早く中国共産党潰れたらいいのになと思うんだけど、うん、これね、中国共産党潰れてね、ねある意味、うんもう大雑把に言いますよ。ええ、あるいは乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、うんものすごい恐ろしいあのリーダー出てきますよそうそうもうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ、うん、もうあのポピュリズムが最悪の状態で現れて、うんうん、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね、うん、あの要するにあれだけの国でね求心力をその強権抜きでね、うん、デモクラティックに本当にヒットなんで出てきますよそうそう、うん、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと、うんうん潰れるでしょだから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよそうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども根本的にはね中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのが私の基本的な考え、うん、あの下手に民主化されて、本当に、選挙でリーダーが選ばれるようになってきたらもうこれはねとてつもない化け物みたいな、うん恐怖の大王が生まれる可能性があります。1999まさにノストラダムス狂言ですね。恐怖の大王。ただね、まあ、あともうちょっと言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、中国ぐらいね、信用の置けないヤクザないね。あの、まあ、どこの国も、あのね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国。ヤクザにはヤクザのルールがある。人類がね。中国はね、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ。もっと40年前はね。で、その時に日本が ODA やるとかね、なんやかんやでもう援助してきたんですよ。ほら、もうその時援助してきたんですよ。ほら、その時は中国はね、ありがとうございますだ、ありがとうございますだ、もう本当感謝しますだ、もう本当にもう、この恩恵は一生忘れませんだって、ずっとそうなんで。鄧小平氏はそんな態度だったんですよ。そうね。ずっとそうなんで、ありがとう。旦那様という人って旦那様でもそれで、ね、お金いっぱい食べてあったら急においこれら日本お前偉そうにしとるなこれらボケもういきなりこれやもうこの態度の変わり方これねもう人間じゃないねこれじゃあ、はい、あのねまともなそのマナーとかね仁義とかそういうもん持ってないね、うん、そういう国やね特殊な国やね、うん、これをね日本人分からなきゃ、うん、本当に
だから鄧小平雇用法ね、はい、主要期、でまあこれ主要期だけはまだ存命中だけれども、ある意味でね、その後江沢民時代になるでしょう、はい、だから経済力もそうなんだけど、完全にいわゆる反日イデオロギー、それからある種のヤクザ国家になったのはそこからだと思いますけどね、やっぱり鄧小平とか雇用法というのはね、ある意味で言うとそのもう少し本来の意味でのこう政治駆け引きをやってたというふうに思いますけどね、はいはい、なんかこうそうだから代替わりをしちゃった後のね、中国っていうのはもう手がつけられないという感じですね。例えば周恩来とか鄧小平とかどっちだったかね、うん、松下幸之助に頼んでね、なんとか中国をそのもっと経済的に発展をしてくれ、援助してくれ、ほな松下幸之助分かったと、もうほならもう、うちがもう中国に工場建てようってね、もう孫も平気でやってね、そこでもう工場建てたら、パナソニックの工場ばーっと建ててね、そうやってだからもう本当に日本が松下幸之助がね、もうまあはまあ資材を投げ打ったという形でですね、うん、まあそうやって中国の発展のために工場を建てた、ところが、2010年やったから、日本の漁民は、中国の漁民捕まえ、尖閣で、ね、ぶつかってきた漁船捕まえた時に、もう中国国内で反日暴動が起こりましたよね、でこの時にその松下幸之助を作った工場、中国の民主を燃やしてるんですよ、むちゃくちゃしょるやろ俺、ね、うん、中国のためにここまでやったのに、そのまあ、なんていうかシンボリックな工場や、伸ばしているのはこちらのことですね、中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずという、このニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です、はい、共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬頃、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬頃、鄭大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月、仲裁裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。鄭大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうね、これ完全にヤクザやね、もう暴力だよね。要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく平気で恫喝、脅し、はいはい、うちやるでとか、はい、平気でそのこと言いますよね、はい、まあ、実際にはね、本当はできないんですけどね、本当はね、ただ、日本はその脅しに弱いんですよ、はい、なぜ本当はできない、な本当はね、なかなかね、これ、本当はなかなかできないんですよ、本当、子供以下の感想で恐縮なんですけども、はい、王毅っていう外務大臣ですね、王毅っていう人もそうですし、カ・シュンエイっていう報道官とか、なんであんなに分かりやすく偉そうなんですかね。偉そうですよね。漫画みたいに偉そうですよね。ものすごくこう上からね。いや、偉そうといえばね、何なんですかね、東シナ海、尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたね。ありましたね。で、それで、あれも海上保安庁が救助して、そうそう、海上保安庁の船が何か助けました。この時の中国の言い分、海上保安庁の行為は称賛する、うん、そうそう、称賛するじゃないね、どこまで上から目線ね、ありがとうございましたよ、普通まず感謝ですよね、はい、称賛するって、作法体制の属国に対する言葉なんで、そうそう、家来にね、よくやった、アホかお前は、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんねやろね、もうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないね、これ、うん、変わらない、そうだからね、そうだから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことに、そのやっぱり外務省なりね、うん、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、うん、国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、うん、初めてさっきのねビジネスも成立するんですよ、はい、国家がね、あまりにもね、こう世界っていうものをこう、うん、こう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の前文みたいに見てるでしょ、はい、その見方そのものがね、日本の安全を脅かしてると思いますよ、うん、でこれでね、ちょっとここでね、百田さんにね、うん、日本だとさ、この中国ダメ論があるでしょ、バブル崩壊
もうずっと前からね、もう10年前から言われてるね、要するに中国ダメ論がずっと10年前からね、今年こそダメ、今年こそダメって言って、もう経済崩壊とかね、ノストラダムスみたいなもんで、もう毎年必ず中国ダメ論が出ると。そうですね、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、あのこう非常に危機感の危機的な状態の隣国だって話と、いやいやもう崩壊するんだと。でも私から見ると万一ですよ、あの中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね統治能力があるんですよ。でこれねやっぱり生中の話じゃない、あれだけのね国で一人一人は完全なエゴイスティックなね、ある意味で民族ですよ。で宗教的な統一もないんだ、暴動の時ね、それ燃やしてるのよ放火でね、こういう国やね中国って。徹底的にね愛国無罪ですもんね、ですからね、仮にや、万が一、中国がまた経済がガタガタって貧しくなって、ほなね、まずまあ、まあ、こんなことあったらどうかどうか分かりません、もし仮に万が一そうなった時、絶対中国言います、日本様助けてくださいお願いしますな、お願いします、お願いします、なんか微妙に生まれ東北生まれですよ、そこは関西弁にならないヤクザの時だけ関西弁になるそうそう、なんかよく表してます、ね、日本語の性格をだけどさ、あの今だって結局ね、あの必要に応じて水面下ではお願いしますだってやってるわけですよ、表ではこうやってるこの野郎日本語の野郎って言ってるけど、韓国も韓国も韓国なんかも経済で、そうそう、もう裏に回ったらね、いやいやもううちの国の事情でね、事情であんなね、あの突っぱねてるけど本当はすいませんっていう話になってるわけでしょ。韓国に関してはあの例の通貨スワップの話が都合が良すぎますよね。そうやね、危なくなったら助けてくれ助けてくれって、まだ日本助けるからねこれね、その辺がねどうしてもね、助けるために条件がいるよね。そうですね、はい、見極めていきましょう、ありがとうございます。続いてのではニュースに移りましょう。あのね、今ね、はい、ちょっとスタッフが持ってきてくれた、どうぞ、はい、今月号の新庄45、はい、これにねちょっと衝撃的な事件が、ニュースがあるよね。どんなお話でしょうか。まあ、ジャーナリストの、大高美樹さんが、大高美樹さんかな、大高美樹さんが、吉田証言ってありますよね、今日の従軍慰安婦問題の、まあ、もう元を作った、ね、吉田証言、吉田誠二っていう男のね、でこの吉田誠二という男の、まあ、吉田証言、これはもう全部大嘘っていうのが証明されてますが、これのですね、ご長男に、インタビュー成功してるんですよ。いやいやもううちの国の事情でね、事情であんなね、あの突っぱねてるけど本当はすいませんっていう話になってるわけでしょ。韓国に関してはあの例の通貨スワップの話が都合が良すぎますよね。そうやね、危なくなったら助けてくれ助けてくれって、まだ日本助けるからねこれね、その辺がねどうしてもね、助けるために条件がいるよね。そうですね、はい、見極めていきましょう、ありがとうございます。続いてのではニュースに移りましょう。あのね、今ね、はい、ちょっとスタッフが持ってきてくれた、どうぞ、はい、今月号の新庄45、はい、これにねちょっと衝撃的な事件が、ニュースがあるよね。どんなお話でしょうか。まあ、最新号ですよね、ジャーナリストの、大高美樹さんが、大高美樹さんかな、大高美樹さんが、吉田証言ってありますよね、今日の従軍慰安婦問題の、まあ、もう元を作った、ね、吉田証言、吉田誠二っていう男のね、でこの吉田誠二という男の、まあ、吉田証言、これはもう全部大嘘っていうのが証明されてますが、これのですね、ご長男に、インタビュー成功してるんですよ。お、吉田誠二、よく見かけてきましたな、こう吉田誠二、どこで見つかったのね。どこで見つけたんでしょうね。ほんで、まあ、ごめんなさい、私もね、まだこれ全部読んでないんですけども、はいはい、まあ、そうするとですね、まあ、長男が語ってるんですが、まあ、親父、まあ、これ、吉田誠二ですね、はいはい、もう、要するに仕事なんか何もしてなかったと、もうずっと貧困やったと、で貧しくて、で結局、その父親の生活は全部子供がたちがやってたと、で、なんで、じゃああんな嘘をついたんですかと、あの父親は最終党でね、拉致される朝鮮人女性を木刀で、ね、脅して、トラックに積み込んで、何百人も強制的にヤングにした、これ全部、全部大嘘やったんですが、本人も大嘘と認めてます、で、まあ、朝日新聞はですね、これをその32年にわたって、
この嘘を訂正しなくて、しかも吉田証言のこの嘘が分かってからもですね、もう10回以上、朝日新聞で、ずっとこれ、吉田証言をずっと言い続けて、これが今世界的に広まってしまって、今国連にもなってるあのクアラサミ報告も、この吉田証言が元になってるんですね。で、このもう元になってる吉田証言が嘘って分かってるから、クアラサミ報告なんかも当然撤回してなあかんのに、これ撤回しない。まあ、とにかく、まあ、全てのこの世界中にある誤解で読んだその吉田将従軍慰安婦のルーツをルーツというかこの大元を作ったから吉田将軍なんですが、で、この息子が言うとですね、父吉田政治は最終島に一回も行ってないと、どこにあるかも知らなかったと、ですからあの吉田将軍書くときに地図見ながら書いとったって言うんですよね。はい、でなおかつですね、地図見ながら自分がどこで僕と思って襲ったかって書いてた。そう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 、ほいで、それしかし息子がそれ証言したわけでしょ。そう、ほんで息子はですね、あの父親はあおそらくあんだけこう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の全文みたいに見てるでしょ、その見方そのものがね日本の安全を脅かしてると思いますよ、でこれでねちょっとここでね百田さんにね、あの日本だとさ、この中国ダメ論があるでしょ、バブル崩壊もうずっと前からね、もう10年前から言われてるね、要するに中国ダメ論がずっと10年前からね、今年こそダメ、今年こそダメって言って、もう経済崩壊とかね、ノストラダムスみたいなもんで、もう毎年必ず中国ダメ論が出ると、そうですね、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、あのこう非常に危機的な状態の隣国だって話と、いやいやもう崩壊するんだと、でも私から見ると万一ですよ、あの中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね、統治能力があるんですよ、でこれねやっぱり生中の話じゃない、あれだけのね国で一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、ある意味で民族ですよ、で宗教的な統一もないんだから、その国をね70年じゃないけど60数年統治していると、でこれだけの国が逆に万一ですよ、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、逆に日本にとって危険だというのが私の考え。ああ私も一緒、あのね変な話だけど、僕はもう若い時はね、早く中国共産党潰れたらいいのになと思ったけど、これ、ね、中国共産党潰れてね、ある意味、もう大雑把に言いますよ、あるいは乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、ものすごい恐ろしいあのリーダー出てきますよ。そうそう、もうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ。もうあのポピュリズムが最悪の状態で現れて、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね。あの要するにあれだけの国でね、求心力をその強権抜きでね、デモクラティックに本当にヒットなんで出てきますよ。そうそう、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと潰れるでしょ。だから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよ。そうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども、根本的にはね、中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのが私の基本的な考え。私も、あの下手に民主化されて、本当に、選挙でリーダーが選ばれるようになってきたら、もうこれはねとてつもない化け物みたいな、恐怖の大王が生まれる可能性がある。1999ロストラダムス狂言ですね、恐怖の大王。ただね、まあ、あともう一つ言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、中国ぐらいね信用のおけないヤクザないね、あの、まあ、どこの国もあの、ね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国にはヤクザのルールがある、がね、中国はね、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ、もっと40年前もね、でその時に日本が ODA やるとかね、はいはいはい、なんやかんやでもう援助してきたんですよ、ほらもうその時援助してきたんですよ、その時は中国はね、ありがとうございますな、ありがとうございますな、もう本当感謝しますけど話を、父親一人で作ったと思えんと言ってるんですよ、でおそらく協力者がいると、で実は父親はこの本にはねそこまで名前さっかり書いてあるけど、朝鮮半島のある組織からお金を借り取ったんです、これ吉田政治が、だからおそらくそいつらの傀儡ですね、それにうまくこんな話を作れ、こんな嘘を言えということで言わされとったと、で後にこの吉田政治は韓国に行ってもですねこういう同じ話をしとったけど、この息子から見たらもう哀れでたまらんかったと、なんかに怯えてるようだったって言ってるんですよ。でこの息子はですね、もうとにかく父親がそんなこと言ったんで情けないと、だから自分はもう慰安婦像をクレーン車で撤去したいって言うんですね。
それはでもすごいよく大高さん見っけてきた、ね、これもう大スクープ、ね、大スクープですね、はい、いや本当にじゃあもう吉沢さんの長男を運動の表に立ててクレーン車雇ってねやりたいね、これね、ほんまに、ね、そのクレーン代は朝日新聞に出してもらいましょう本当ですね、はい、大至急韓国語に翻訳して現地で頒布したい、うん、最近ねこの問題ね、うん、あの結局去年の日韓合意についてもいろいろもちろん議論があって、はい、まあ、あの振り出しに戻るというかね、やっぱりしてやられた感がありますよね、その根っこでね最近あのやっぱり雑誌の月刊花だから、はい、で毎回この山岡哲秀さんという人が書いてるんだけども、はいはい、やっぱり外務省のね英語を精査していくと、その全くその安倍政権になってからの、うん、その外交を反映してないって言ってね、例えばもう謝罪のオンパレードがそのまま全部英文で残ってるんだよね、だからそこをその一人や二人の例えば杉山外務審議官がちょっと反論しましたとかっていうのだけがこう保守派にとっては、まあ、なんか一歩前進したかなと思うけど、外務省そのものが謝罪体質から全く抜け出てない、はい、だからちょっとこういう問題も、もうなんか外務省単位で何かをねやっていかないと民間では限界がありますよ。だからクレーン車はもしかすると外務省の予算でやってもらった方がいいかもしれない。本当やな、いやもう外務省のボーナス全部削ってそのクレーン車で回すべきやわもうどうなんでしょうね、もしくは外務省以外に専従チーム作るとかしかないんでしょうかね、いやこれ面白いわ、これまたどっかじっくりやりましょう、これ、はい、すっごく面白いことがね、パラパラと出なきゃけど、ではその、はいね、45の吉田証言の後日談に関するお話はまた改めてお伺いすることができると思います、はいはい、あるんですよ、でこれねやっぱり生中の話じゃない、あれだけのね、国で一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、ある意味で民族ですよ、で宗教的な統一もないんだから、その国をね70年、まあ70年じゃないけど60数年統治していると、でこれだけの国が逆にあの本当にもうこの号は一生忘れませんだってずっとそんなやって、鄧小平氏はそんな態度でしょ、ね、そんなずっとそんなやってありがとうございます旦那様って言うとって旦那様旦那様旦那様まではそうそうかでもそれで、ね、お金いっぱい食べてあれだったら急においこれら日本お前偉そうにしとるなこれらボケもういきなりこれやもうこの態度の変わり方これねもう人間じゃないねこれじゃら、はい、あのねまともなそのマナーとかね仁義とかそういうもん持ってないね、そういう国やね特殊な国やね、これをね日本人分からなか、本当に、だから鄧小平雇用法ね、はい、主要期、でまあこれ主要期だけはまだ存命中だけれども、あのある意味でねあのその後江沢民時代になるでしょ、はい、だから経済力もそうなんだけど、はい、完全にいわゆる反日イデオロギー、はい、それからある種のヤクザ国家になったのはそこからだと思いますけどね、やっぱり鄧小平とか雇用法というのはねある意味で言うとそのもう少し本来の意味でのこう政治駆け引きをやってたというふうに思いますけどね、はいはい、なんかこうそうだから代替わりをしちゃった後のね中国っていうのはもう手がつけられないという感じですね。そうね、例えば周恩来とか鄧小平とかどっちだったかね、あの松下幸之助に頼んでねあのなんとか中国をそのもっと経済的に発展をしてくれ、なんか援助してくれ、どうせほな松下幸之助分かったと、もうほならもうあのうちがもうあの中国に工場建てようってね、もう孫も平気でやってね、そこでもう工場建てたらパナソニックの工場ばあ建ててね、そうやってだからもう本当に日本が松下幸之助がねもうまあまあ、資材を投げ打ったという形でですね、まあ、そうやって中国の発展のために工場を建てた、ところが、2010年やったから日本の漁民は中国の漁民捕まえ、尖閣で、ね、ぶつかってきた漁船捕まえた時に、もう中国国内で反日暴動が起こりましたよね、でこの時にその松下幸之助を作った工場、中国の民主を燃やしてるんですよ、むちゃくちゃしょるやろ俺、ね、中国のためにここまでやったのに、その、まあ、なんていうかシンボリックな工場や暴動の時ね、それを燃やしてるのよ、放火でね、こういう国やね、中国って徹底的にね、愛国無罪ですもんね、ですからね、仮にや、万が一、中国がまた経済がガタガタって貧しくなって、はい、ほなね、まずまずまあ、こんなことあって
あったらどうかどうか分かりません、もし仮に万が一そうなった時、絶対中国言います、日本様助けてくださいお願いしますな、お願いします、お願いします、なんで微妙になまる東北なまりですかそこは関西弁にならないヤクザの時だけ関西弁になるそうなんかよく表してます、日本語の性格をだけどさ、あの今だって結局ね、あの必要に応じて水面下ではお願いしますだってやってるわけですよ、表ではこうやってるの、この野郎日本語の野郎って言ってるけど、韓国も韓国も韓国なんかも経済で、そうそう、もう裏に回ったら伸ばしているのはこちらのことですね、中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずというこのニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です、共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬頃、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬頃、テイ大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月、仲裁裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。テイ大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうね、これ完全にヤクザやね、暴力だよね要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく平気で恫喝、脅し、うちやるでとか、平気でそのこと言いますよね、まあ、実際には、ね、本当はできないんですけど、ね、本当はね、ただ、日本はその脅しに弱いんですよ、弱いね、本当はできない、まあ、本当はね、なかなかね、これ、本当はなかなかできないんですよ、本当、子供以下の感想で恐縮なんですけども、王毅っていう外務大臣ですね、王毅っていう人もそうですし、カ・シュンエイっていう報道官とか。なんであんなに分かりやすく偉そうなんですかね。偉そうですよね。漫画みたいに偉そうですよね。そう。ものすごくこう、上からね。いや、偉そうといえばね。何なんですかね。東シナ海、尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたよね。ありましたね。で、それで、あの後ね。あれも海上保安庁が救急して。そうそう、海上保安庁の船が何か助けました。この時の中国の言い分。海上保安庁の行為は称賛する、うん、そうそう、称賛するじゃないね、どこまで上から目線やね、ありがとうございましたの普通、まず感謝ですよね、称賛するで、ね、作法体制の属国に対する言葉なんで、そうそう、家来にね、およくやった、アホかお前は、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんねやろね、もうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないね、これ、だからね、そう、だから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことに、そのやっぱり、外務省なりね、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、初めてさっきのね、ビジネスも成立するんですよ、国家がね、あまりにもね、こう世界っていうものを。伸ばしているのはこちらのことですね、中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずというこのニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です、共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬頃、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬頃、テイ大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月、仲裁裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。
鄭大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうねこれ完全に役だよね、もう暴力だよね。要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく、平気で恫喝、脅し、はいはい、うちやるでとか、はい、平気でそのこと言いますよね、はい、まあ、実際にはね本当はできないんですけどね、本当はね。ただ、はい、日本はその脅しに弱いんですよ、弱い、ね、本当はできない、な本当はね、なかなかね、これ本当はなかなかできないんですよ。あの本当子供以下の感想で恐縮なんですけども、はい、あの王毅っていう外務大臣ですね、王毅っていう人もそうですし、あの華春瑩っていう報道官とか、なんであんなに分かりやすく偉そうなんですかね。偉そうですよね。漫画みたいに偉そうですよね。ものすごくこう、上からね。いや、偉そうといえばね。何なんですかね。東シナ海、尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたよね。ありましたね。で、それで、あの後ね。あれも海上保安庁が救助して。そうそう、海上保安庁の船が何か助けました。この時の中国の言い分。海上保安庁の行為は称賛する、うん、そうそう称賛するってないねん、どこまで上から目線やねん、うん、ありがとうございましたよ、うん、普通まず感謝ですよね、称賛するってん、うん、作法体制の属国に対する言葉なんで、うん、そうそう、あの家来にねよくやった、アホかお前は、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんねんよね、もうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないね、これ、うん、変わらない、そうだからね、うん、そうだから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことに、そのやっぱり外務省なりね、うん、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、うん、あの国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、うん、初めてさっきのねビジネスも成立するんですよ、はい、国家がねあのあまりにもねこう世界っていうものをこう、うん、こう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の全文みたいに見てるでしょ、はい、その見方そのものがね日本の安全を脅かしてると思いますよ、うん、でこれでねちょっとここでね百田さんにね、うん、あの日本だとさこの中国ダメ論があるでしょ、バブル崩壊もうずっと前からね、あもう10年前から言われてるね、要するに中国ダメ論がずっと10年前からね、今年こそダメ、うん、今年こそダメって言って、うん、もう経済崩壊とか、ね、ノストラダムスみたいなもんで、うん、もう毎年必ず中国ダメ論が出ると、うん、そうですね、はい、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、うん、あのこう非常に危機的な状態の隣国だって話と、はい、いやいやもう崩壊するんだと、うん、でも私から見ると万一ですよ、うん、あの中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね、はい、統治能力があるんですよ、でこれねやっぱり生中の話じゃない、うん、あれだけのね、うん、国で一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、うん、ある意味で民族ですよ、で宗教的な統一もないんだから、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、でこれだけの国が逆に万一ですよ、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、どうしたいって言うんですね、それはでもすごいよく大高さん見っけてきたね、これもう大スクープ、ね、大スクープですね、はい、いや本当にじゃあもう吉沢さんの長男を運動の表に立ててクレーン車雇ってねやりたいね、ほんまに、そのクレーン代は朝日新聞出してもらいましょう本当ですね、はい、大至急韓国語に翻訳して現地で頒布したい、で最近ねこの問題ね、あの結局去年の日韓合意についてもいろいろもちろん議論があって、まああの振り出しに戻るというかね、やっぱりしてやられた感がありますよね、その根っこでね最近あのやっぱり雑誌の月刊花だかな、で毎回この山岡哲秀さんという人が書いてるんだけども、やっぱり外務省のね英語を精査していくと、その全くその安倍政権になってからの、その外交を反映してないって言ってね、例えばもう謝罪のオンパレードがそのまま全部英文で残ってるんだよね、だからそこをその一人や二人の例えば杉山外務審議官がちょっと反論しましたとかっていうのだけがこう保守派にとっては、まあなんか一歩前進したかなと思うけど、外務省そのものが謝罪体質から全く抜け出てない、だからちょっとこういう問題ももうなんか外務省単位で何かをねやっていかないと民間では限界がありますよ、だからクレーン車はもしかすると外務省の予算でやってもらった方がいいかもしれない、本当やな、いやもう外務省のボーナス全部削ってそのクレーン車で回すべきやわもうどうなんでしょうね、もしくは外務省以外に専従チーム作るとかしかないんでしょうかねいやこれ面白いわ、これまたどっかじっくりやりましょう、これ、はい、すっごく面白いことがね、パラパラと出なきゃけど、ではその、はいね、45の吉田証言の後日談に関するお話はまた改めてお伺いすることができると思います、はいはい。
があるんですよ、うん、でこれねやっぱり生々の話じゃない、うん、あれだけのね、うん、国で、うん、一人一人は、ま、完全なエゴイスティックなね、うん、ある意味で民族ですよ、うん、で宗教的な統一もないんだから、うん、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、うん、でこれだけの国が逆に万一ですよ、うん、統治能力を失うぐらいガタガタになったらね、うん、逆に日本にとって危険だというのは私の考え。ああ私も一緒、ええ、あのね変な話だけど僕はもう若い時はね早く中国共産党潰れたらいいのになと思ったけど、うん、これ、ね、中国共産党潰れてね、ある意味、うん、もう大雑把に言いますよ、ええ、ある意味乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、うん、ものすごい恐ろしいあのリーダー出てきますよ。そうそう、もうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ、うん、もうあのポピュリズムが最悪の状態で現れて、うんうん、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね。あの、うん、要するにあれだけの国でね求心力をその強権抜きでね、うん、デモクラティックに本当にヒットランドが出てきますよ。そうそう、うん、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと、うんうん、潰れるでしょ。だから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよ。そうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども、根本的にはね、中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのは、手を伸ばしているのはこちらのことですね、中国自衛隊南シナ海の派遣を認めずというこのニュースも引き続き深入りまいりましょう。関連です。共同通信によりますと、中国のテイ・エイカ駐日大使が今年6月下旬頃、中国が南シナ海で造成した人工島周辺に軍艦を派遣するアメリカの作戦に自衛隊を派遣することは絶対に容認できないという考えを日本政府側に伝えていたことが分かりました。これは日中外交の複数の関係者が明らかにしたもので、中国側は軍事的手段による対抗もほのめかしたということです。外交関係者によりますと、6月下旬頃、テイ大使は南シナ海で米軍が実施する航行の自由作戦について自衛隊を派遣すれば中国の譲れぬ一線を日本が越えることになると日本政府の高官に伝えました。さらに艦船の派遣など強い姿勢で対応する考えをほのめかし、日米の防衛当局の連携強化を牽制したということです。南シナ海をめぐっては先月仲裁、逆に日本にとって危険だというのは私の考え。ああ私も一緒、あのね変な話だけど僕はもう若い時はね早く中国共産党潰れたらいいのになと思ったけど、うん、これね中国共産党潰れてね、ある意味、うん、もう大雑把に言いますよ、ある乱暴に言いますけど、ある意味民主化だったら、うん、ものすごい恐ろしいあのリーダー出てきますよ。そうそう、もうとてつもない恐ろしいリーダー出てきますよ、うん、もうあのポピュリズムが最悪の状態で現れて、うんうん、とにかくもう超右翼的なリーダーが出てくる可能性が高いですよね。あの、うん、要するにあれだけの国でね求心力をその強権抜きでね、デモクラティックに本当にヒットランドが出てきますよ。そうそう、うん、そしたらもう本当に強烈な国民をリードしないと、潰れるでしょ。だから今国民を抑圧していてこのぐらいなんですよ。そうすると我々から見るとその駆け引きはいろいろあるんだけども、根本的にはね、中国共産党って実はいていただかないと困る存在だというのは私の基本的な考え。あ、私も、ね、あの下手に民主化されて、本当に、選挙でリーダーが選ばれるようになってきたら、もうこれはねとてつもない化け物みたいな、恐怖の大王が生まれる可能性がある。1999ロストラ狂言ですね。恐怖の大王、ただね、まあ、あともう一つ言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、中国ぐらいね信用のおけないヤクザないね、あの、まあ、どこの国もあの、ね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国にはヤクザのルールがある、順位がね、中国はね、はい、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ、もっと40年前もね、でその時に日本が ODA やるとかね、はいはいはい、なんやかんやでもう援助してきたんですよ、ほらもうその時援助してきたんですよ、ほらその時は中国はね、ありがとうございますだ、ありがとうございますだ、もう本当感謝しますだ、もう本当にもうこの恩恵は一生忘れませんだってずっとそんなんやって、鄧小平氏はそんな態度でしたね、そうね、ずっとそうやってありがとう旦那様と言うとって、旦那様までは、そうそうそう、でもそれで、ね、お金いっぱい食べてあったら急に、おいこれら日本お前偉そうにしとるなこれらボケもういきなりこれやもん、この態度の変わり方、これねもう人間じゃないねこれじゃ、はい、あのね、まともなそのマナーとかね仁義とかそういうもん持ってないね、そういう国やね、特殊な国やね、これをね日本人分からなきゃ、本当にだから鄧小平雇用法ね、主要期で、まあこれ主要期だけはまだ存命中だけれども、あのある意味でね、あの
その後江沢民時代になるでしょう、はい、だから経済力もそうなんだけど、はい、完全にいわゆる反日イデオロギー、はい、それからある種のヤクザ国家になったのはそこからだと思いますけどね、はい、やっぱり鄧小平とか胡耀邦というのはね、ある意味で言うとそのもう少し本来の意味でのこう政治駆け引きをやってたというふうに思いますけどね、はいはい、なんかこうそうだから代替わりをしちゃった後のね中国っていうのはもう手がつけられないという感じですね。例えば周恩来とか鄧小平とかどっちだったかね、うん、松下幸之助に頼んでね、あのなんとか中国をそのもっと経済的に発展をしてくれ、うんうん、援助してくれ、どうせ、うんうん、ほな松下幸之助分かったと、もうほならもうあのうちがもうあの中国に工場建てようってね、もう孫も平気でやってね、そこでもう工場建てたらパナソニックの工場ばー建ててね、そうやってだからもう本当に日本が松下幸之助がねもうまあまあ、資材を投げ打ったという形でですね、うん、まあ、そうやって中国の発展のために工場を建てた、ところが、2010年やったから日本の漁民は中国の漁民捕まえる、はい、選挙で、ね、ぶつかってきた漁船捕まえた時に、もう中国国内で反日暴動が起こりましたよね、でこの時にその松田この時を作った工場、中国の民主を燃やしてるんですよ、うん、むちゃくちゃしょるやろ俺、ね、うん、中国のためにここまでやったのに、うん、その、まあ、うん、なんていうかシンボリックな工場や、暴動の時ね、ああ、それを燃やしてるのよ、放火でね、はい、うん、はい、こういう国やね、中国って徹底的に、ね、愛国無罪ですもんね、ですからね、仮にや、ま、万が一、うん、中国がまた経済がガタガタになって貧しくなって、はい、ほなね、まずまあまあ、こんなことあったらどうかどうか分かりません、もし仮に万が一そうなった時、はい、絶対中国言います、日本様助けてください、お願いしますな裁判所で中国の主権の主張を否定する判断が示されています。鄭大使の発言は判断が示されるのに先立って日本への圧力を高めることで日本の南シナ海への関与を妨げる狙いがあったと見られております。もうね、これ完全に役だよね、もう暴力だよね、要するにもうこの脅しはすごいね、はい、とにかく、平気で恫喝、はい、脅し、はい、うちやるでとか、はい、平気でそのこと言いますよね、はい、まあ、実際にはね、本当はできないんですけどね、本当はね、ただ、はい、日本はその脅しに弱いんですよ、弱い、ね、本当はできない、な本当はね、なかなかね、これ本当はなかなかできないんですよ、あの本当子供以下の感想で恐縮なんですけども、はい、あの王毅っていう外務大臣ですね、うん、王毅っていう人もそうですし、はい、あの華春瑩っていう報道官とか、うん、なんであんなに分かりやすく偉そうなんですかね、偉そうですよね漫画みたいに偉そうですよね、そうものすごくこう上からね、いや偉そうといえばね、何なんですかね、東シナ海尖閣の近くですね、中国の漁船が、本当は漁船ちゃいますけど、ギリシャの船とぶつかって、沈みましたよね、ありましたね、でそれで、あの後ね、あれも海上保安庁が救助して、そうそう、海上保安庁の船が何か助けました、この時の中国の言い分、海上保安庁の行為は称賛する、うん、そうそう、称賛するじゃないね、どこまで上から目線やね、うん、ありがとうございましたよ、普通、まず感謝ですよね、はい、称賛するで、ね、作法体制の属国に対する言葉なんで、うん、そうそう、あの家来にね、よくやった、アホかお前は、私の基本的な考え、私も、ね、うん、あの下手に民主化されて、本当に、選挙でリーダーが選ばれるようになってきたら、うん、もうこれはね、とてつもない化け物みたいな、うん、恐怖の大王が生まれる可能性がある、うん、1999ロストラ狂言ですね、恐怖の大王、うんうん、ただね、まあ、あともう一つ言いたいのがね、まあ、ヤクザみたいな国、まあ、国家みんなヤクザで言いますけど、うんうん、中国ぐらいね信用のおけないヤクザないね、うん、あのまあ、どこの国もあの、ね、どこの国もみんなそうだけど、例えば中国にはヤクザのルールがある、人気がね、中国はね、はい、30年前はめっちゃ貧しかったんですよ、もっと40年前もね、でその時に日本が ODA やるとかね、はいはいはい、なんやかんやでもう援助してきたんですよ、ほらもうその時援助してきたんですよ、その時は中国はね、ありがとうございますな、ありがとうございますな、もう本当感謝しますな、もう本当にもうこの恩恵は一生忘れませんだってずっとそんなんやって、鄧小平氏はそんな態度でしたね、そんなずっとそうやってありがとう旦那様と言うとって旦那様までは、そうでもそれで、ね、お金いっぱい食べてあったら急におい、これら日本お前偉そうにしとるな、これらボケもういきなりこれやもん、この態度の変わり方、これね、もう人間じゃないね、これじゃあ、はい、あのね、ありがとうございましたって助けてくれって言わなあかんねやろね、もうだから礼儀も下手くらもなったもんじゃないね、これ、うん、変わらない、そうだからね、そうだから国っていうのはもうヤクザなものだっていうことに、そのやっぱり外務省なりね、とにかくそういう姿勢になってもらわないと、あの
国家そのもの同士がヤクザなことやってるから、うん、初めてさっきのねビジネスも成立するんですよ、はい、国家がね あまりにもねこう世界っていうものをこう、うん、こう礼儀正しい礼節にあふれてる世界だと、まあ、日本国憲法の全文みたいに見てるでしょ、はい、その見方そのものがね日本の安全を脅かしてると思いますよ、うん、でこれでねちょっとここでね百田さんにね、うん、あの日本だとさこの中国ダメ論があるでしょバブル崩壊もうずっと前からねあもう10年前から言われてるね要するに中国ダメ論がずっと10年前からね今年こそダメ、うん、今年こそダメって言って、うん、もう経済崩壊とかねノストラダムスみたいなもんで、うん、毎年必ず中国ダメ論が出ると、うん、そうです ね、はい、一方でどん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 尖閣にしてもそうだし、うん、そうするとその議論がこう日本の中で並走してるというかね、うん、あのこう非常に危機間の危機的な状態の隣国だって話と、はい、いやいやもう崩壊するんだと、でも私から見ると万一ですよ、うん、あの中国共産党ってとりあえずね15億人の国をね、はい、統治能力がある、その国をね70年まあ70年じゃないけど60数年統治していると、うん、でこれだけの国が逆にそお願いします。俺完全なんで微妙になまる東北なまりです、ね。そこは関西弁ならない。ヤクザの時だけ関西弁なる。なんかよく表してます、ね、日本語の性格を。だけどさ、あの今だって結局ね、うん、あの必要に応じて水面下ではお願いしますだってやってるわけですよ。表ではこうやってるの、この野郎日本語の野郎って言ってるけど、韓国も韓国も、ね、韓国なんかも経済です。そうそう。裏に回ったらね、いやいやもううちの国の事情でね、事情であんなね、あの突っ跳ねてるけど本当はすいませんっていう話になってるわけでしょ。まあ、韓国に関してはまあ例の通貨スワップの話が都合が良すぎますよね。そうやね、危なくなったら助けてくれ助けてくれって、まだ日本助けるからねこれね。その辺がねどうしてもね助けるために条件がいるよね。そうですね、はい、見極めていきましょう。ありがとうございます。続いてのではニュースに行きましょう。あのね今ね、はい、ちょっとスタッフが持ってきてくれた、はい、どうぞ、はい、今月号の新庄45、はい、これにねちょっと衝撃的な事件が、ニュースがあるね。どんなお話でしょうか。まあ、ジャーナリストの、大高美樹さんが、はい、大高美樹さんが、はい、吉田証言ってありますよね、今日の従軍慰安婦問題の、まあ、もう元を作った吉田証言、吉田誠二という男のね、でこの吉田誠二という男の、はい、まあ、吉田証言、これはもう全部大嘘というのが証明されてますが、これのですね、はい、ご長男、はい、に、インタビュー成功してるんですよ。おあ吉田誠二よく見かけてきましたな。こう吉田誠二どこで見つかったんですかね。どこで見つけたんでしょうね。ほんで、まあ、ごめんなさい、私もね、まだこれ全部読んでないんですけども、はいはい、まあ、そうするとですね、まあ、長男が語ってるんですが、まあ、親父、まあ、これ、吉田誠二ですね、はいはい、もう、要するに仕事なんか何もしてなかったと、うん、もうずっと貧困やったと、で貧しくて、で結局、その父親の生活は全部子供がたちがやってたと、で、なんで、じゃああんな嘘をついたんですかと、うんうん、あの父親は最終党でね、拉致されてる朝鮮人女性を木刀で、ね、脅して、トラックに積み込んで、何百人も強制的にヤングにした、これ全部、うん、全部大嘘やったんですが、本人も大嘘と認めてます、うん、で、まあ、朝日新聞はですね、これをその32年にわたって、うん、この嘘を訂正しなくて、はい、しかも吉田証言のこの嘘が分かってからもですね、もう10回以上、朝日新聞で、はい、ずっとこれ、はい、吉田証言をずっと言い続けて、はい、これが今世界的に広まってしまって、はい、今国連にもなってるあのクアラスワミ報告も、はい、この吉田証言が元になってるんですね、はい、でこのもう元になってる吉田証言が嘘って分かってるから、はい、クアラスワミ報告なんかも当然撤回してなあかんのに、はい、これ撤回しない、まあ、はい、とにかく、まあ、全てのこの世界中にある誤解を生んだその吉田将従軍慰安婦のルーツをも、ルーツというかこの大元を作ったから吉田将軍なんですが、うん、で、この息子が言うてるんでね、父吉田誠二は最終党に一回も行ってないと、どこにあるかも知らなかったと、ですからあの吉田将軍書くときに地図見ながら書いとったって言うんですよね。はあ、はい、でなおかつですね、地図見ながら自分がどこで木刀を持って襲ったかって書いてた。それでしかし息子がそれ証言したわけでしょ。そうほんで息子はですね、あの父親はあおそらくあんだけの話を父親一人で作ったと思えんと言ってるんですよ、うん、でおそらく協力者がいると、うん、で実は父親はこの本にはねそこまで名前さっかり書いてるけど、朝鮮半島の、はい、うん、
ある組織からお金を借り取ったんじゃないですか、これって、うん、吉田政治が、うんうん、だからおそらく そいつらの傀儡ですね、それにうまくこんな話を作れ、こんな、うん、こんな嘘を言えということで言わされとったと、うんうん、で後にこの吉田政治は韓国に行ってもですね、こういう同じ話しとったけど、この息子から見たらもう哀れでたまらなかったと、うん、なんかに怯えてるようだったって言ってるんですよ。でこの息子はですね、うん、もうとにかく父親がそんなこと言ったんで情けないと、うん、だから自分はもうイヤーフードをクレーン車で撤去